自律神経専門家シカ子の部屋へようこそ。今日は腎機能が下がってもおすすめの野菜っていうことで、こう、まあ、今日は腎機能が下がって、まあ、特にカリウムとかのこう制限があるよっていうあなたに向けた動画です。だからこう腎臓がね、こう機能が別になんともないよっていう方は、こうまあ、将来的に、あ、腎臓の機能が下がったらこういう風になるんだなっていう、それこそね、こう透析なさってる方とかは結構カリウムとかをもうシビアにね、もうこれはダメだよとか、もうこれは食べちゃダメとか言われたりする場合あるんですけど、この腎機能が下がってくるっていうのも段階がいろいろありますので、こうドクターとね、自分がかかってる主治医の先生といろいろこうお話しして、ちゃんとこれぐらいの量なら取って大丈夫っていうのは決めていくんですけども、野菜とかあと果物、野菜とか果物ってカリウムが結構入っていて、腎機能が下がってくるとそういうミネラルを外に出せなくなってくる、ミネラルバランスの調整がうまくいかなくなってくるので、カリウムを取りすぎないようにとかこう言われてくると思うんですよね。で、野菜とか果物とか体にいいって言われているものがこう積極的に取れなくなるっていう風に食事制限とかが出てきてしまうので、その野菜の中でもカリウムが少ない、だからカリウムを取るのを控えてねって言われてる方でも比較的こう安心して食べられる野菜っていうことで、今日2つお伝えします。まずは1個目が玉ねぎで、2個目がもやしです。もやし、玉ねぎともやしで、まず玉ねぎはカリウムが少なくて安心できるっていうだけじゃなくて、こう血液サラサラにしてくれるし、その抗酸化作用もあるっていうのと、こう体にいいって言われる部分も結構あるので、その、まあ、腎機能が下がってきてね、まあ、何がこう良くないかっていうと、その動脈とかが硬くなってきちゃって、もう血流がうまくいかない、腎臓って細い動脈がいっぱいある臓器なので、そういうところがもう硬くなってなかなか血液がいかないってなってくると、余計腎機能下がってきちゃうので、それがよろしくないので、そういうところをもう血液をねサラサラにして、こう通りやすくしてくれるっていう働きもあるので、玉ねぎは比較的こう野菜の中でもおすすめできる、カリウムも少ないしおすすめできます。ただ2個も3個も4個も食べていいっていうわけではなくて、まあ、腎機能がね下がっていないっていう方でも、まあ、大体1日、まあ、せいぜい1個とか、大きめのだったら、1個だとちょっと多いかなぐらいになってくると思うんですけど、この、まあ、いいからって言って取りすぎも過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉があるように、取りすぎがいいかちょっとそうでもないので、まあ、大体目安としては自分のこの片手にこうさらっと乗るぐらいの量は1回のお食事でとっても大丈夫っていうのをちょっと目安にしていただいて、取るようにしていただくといいと、はい、思います。で、あともやしって結構栄養素あるんですけど、意外とカリウムが少なくて、もやしも腎機能がちょっと下がってきた方でも安心して取れます。で、もやしは食物繊維とかもあるし、こうああ見えて結構栄養入ってるので、この腎機能下がってきてカリウムの摂取量がね心配だっていう方は、まあ、玉ねぎとかもやしとかをおすすめします。で、この2つの食材年中ね手に入るし、もやしは特にお値段もお安いので、お財布にも優しいということで、腎機能が下がってカリウムが取りすぎないようにねって言われているんだけれども、どんな野菜だったら安心して食べれるかなということで、今日は2つご紹介しました。で、あとね、腎機能下がってきてカリウムをあんまり取っちゃいかんっていう時に、こう秋になるとね、やっぱ果物美味しくなってくるから、秋になるとカリウム上がるっていう方いらっしゃったりしたんですけど、透析のね患者様でね。でもそれ以外にね、意外とカリウムがいっぱいあって、くせ者のこう野菜に入るのかな、じゃがいもって結構カリウムが多いので、カリウム制限がある方は
それこそね、こう、まあ、あの本州だとあんまりじゃがいもふかしてそのままなんか食べるっていう習慣ないのかもしれないんですけど、北海道ってじゃがいも自体がすごい美味しいから、ふかしてそれこそちょっと塩とバターで食べるって言ってもすごい美味しいんですよね。だけどそういうものをこう食べるとカリウム上がりがちになるので、これは少ないから食べれるけどカリウムが意外と多いから気をつけてねっていうものがジャガイモなんですよね。だからジャガイモ結構いろんな料理に使うと思うので、ジャガイモはちょっと注意した方がいい、まあ、野菜ということで、ちょっと番外編でジャガイモっていうことで、まあおすすめしないから書かないんですけど、おすすめはカリウムが少ない玉ねぎもやしで、気をつけてねっていう、意外に気をつけてねっていうのがジャガイモっていう話を今日させていただきました。今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。